君のことにシンクロしてたら曖昧な恋占いをぼんやりとチェックしない
ス。で、キリナました。こんばんは。後ろも見える。こんばんは。見えてる。こんばんは。ありがとう。柱のとこも見えてるかい？見えてる。こんばんは。あ、でもそこにモニターある。そのモニターのか、これか。これ？あ、これ？これ？今カメラ目線私。あ、あっちもあるじゃん。あれもだって真ん中のやつ。見えづらい人はそういうの駆使しつつ。楽しんでいけそう。一部も終わりまして、なんかあんまり時間も空かないまま二部来たんで、なんか続編みたいな感じだけど、はい、二部から来た人もいるかと思うんで、声出しがてら自己紹介しましょう。はい、一緒にニックネーム呼んでください。はい、やーちゃんこと小林優衣です。やーちゃん、ありがとうございます。最高の夜にしようね。よろしくお願いします。リンゴと野上です。ありがとうございます。皆さん楽しいですか？ね、すごいなんかいい顔がこうこちらから見えてくるので、とても安心感があります。今日は最後まで楽しんでいけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、セニャンことニーハラセノです。セニャン、今日ね、女の子も男の子も女も男もいると思うんですけど、会場に。あの、男性で一番俺がイケメンだよって思う人いますか？結構いるね。いや、結構いらっしゃると思うんですが、ね、その人たちに負けないくらい今日はイケメンになるんで、私よ。よろしくお願いします。いいよ。はい、綾菜こと木下綾菜です。もうすでにね、結構みんないい顔してて、いい顔がこっちから見えてるんですけど、帰りには皆さんを、みんなさんだって帰りには皆さんを最高の笑顔にして返したいと思いますので、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ミスことにしそのみすずです。あ、いや、終わるんかい、勝手に。なんかね、楽屋に自販機があるの。でもライブハウスだからさ、全部ね、お酒しかないの。だから今日は終わったら美味しいビール飲むぞー。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。純白アイドルだからね。そう思ってた。じゃあ、ここからはちょっと可愛い曲が続きますね。そうね、この衣装にぴったりだ。うん、ね、きっとサミュのことみんな大好きで、好きでたまらないと思うんだけど。好きで好きでたまらなくて今日ここに来たんですよね。苦笑い。また改めて、あ、かわいいってなると思う。ね、怖い。なんかもうね、私今日浮き足立ってるの、わかるでしょこの感じ。行かないで。泣いてないよ、まだ。何、泣いてるの？違う、ほら理解できんやつ出てくるから。いや話ややこしくない。ごめんなさい。なんかもうね、今日みんなどうなってもらっても構わないんで、ね、楽しい時にはお腹から笑って、うん、なんかもう勝手に涙が溢れてきたらもう拭かなくていいよ。もうこうしててくれればいいから。流しといて、流し欲しい。そう、好き放題楽しんでぐちゃぐちゃになって帰りましょう。楽しんでいけんの。頼
りにしてるよ。聞いてください、スペシャルデイ。Woo!
ありがとうございます。3曲続けて聴いていただきましたが、はい、どう、キュンキュンした？キュンキュンマード。頬にキスしては、キスし、今やった曲は三味のセカンドシングル、セカンドだよ、セカンドシングル、カバー曲、3枚目まではカバー曲だったんですけど、うん、水越恵子さんのカバー曲で頬にキスして、その当時のリリーベとかも行ったことありますけど、行ったことあるか、本当、まあ、ありがとうね、懐かしいよね、ありがとう、思い出した当時のことあんまりね、最近なかなか歌う回数も減っちゃって、ね、うん、ちょっと今回は1部も2部も違う曲を入れ込みまして、入れ込みました、なるべくいっぱい聴いてほしいと思うじゃない、そうなの、いろんな曲たちをね、うん、もうデビューしたり、あの可愛い感じの曲が今続きましたけど、はい、ちょっとここからはちょっとだけ大人になりますなるよね、なるよ、おなるな、ねね、なるな、おなるな、野田さんが読んでも間違いないやめてよ次の曲を、じゃあ次の曲、まあでもちょっと、うん、そう、大人になるんです、そうね、弾いてもらう曲がちょっと、え、そう、沖縄で MV 撮ったね、そうなんです、そうなんです、あ、これでピンときた方もいるんじゃない、ちょっと、うわ、でもこの当時の MV は本当に顔がパンパンだから本当に私も二度と見ないでほしいぐらい、なんか結構知らん人いっぱいおるでな、うん、本当にみんなこんなだから顔パンパンだもん、何だった、あれなんかラーメン差し入れ禁止令が出た時期だよね、豚まん禁止令が、食べ物ダメです、デブをデビューさせたかったんじゃないって言われたの怖いよね、いろんな時期を経て今がありますからやっぱ重みも出てきますしね、曲も歌い続けることで、いい感じに大人になりましたので聴いていただきます、聴いていただきますか、いいかな、続いての曲です、聴いてください、春が来て僕たちはまた少し大人になる、キラキラ
水分補給をするなら皆さん今です。今です。今以上。
常におすすめします。今のうちです皆さん。飲んじゃった飲んじゃったいつもね、うん、バンドでライブをやらせてもらうようになったのは何年くらい前だろうね。4年前くらい、うん、かも。なんか当時は本当にね、自分たちのライブ MC にも全部台本があって自分たちでこうしようみたいなのをやってたんだけど、そういうのももうしなく、なんかこれサボってるわけじゃなくてなんかね、わかる、その時その時で言いたいことみたいなのがあったりするじゃない、うん、7年やってるとみんなが今何言いたいとかもなんとなくわかるようになってきたりさ、ライブが楽しいってなんか心から思うようになったのが、楽器で一緒に音出してくれてやるライブをやるようになってからじゃないかなって私は思う、うん、温度差思ってるよ思ってる思ってるよ、そう思わない、なんかみんな自由になったよねそこら辺から、そうそう、いいんだこれで、うん、好きにやっていいんだみたいな、楽しい音じゃんだって音楽って、そうだよね。メロはなんかもう私寒いからいい合ってる、だから楽しいじゃん音楽って、なんか私たちが音楽語れるのかってぐらい浅はかだけどさ、それでもなんか音楽がすごい楽しくてみんなとつながってるこの感じが最高じゃん、なんかすごいさバンドマンみたいな MC になっちゃって、いいじゃん今日はいいじゃないですか、最高じゃん、言葉にしなきゃわからないことたくさんあるからそうね、出してこ言霊、うん、音霊それは夏に行くライブハウス言えば叶うってみたいなやつだよね、もう慎吾さんやめましょうもうやめましょうこの話でもこのライブを作るようになったのも慎吾さんとかが、うん、そう、慎吾さんバンマスギターのね、慎吾さんバンマスの略ってバンドマスターですよね、違う、そうですよね、うん、そうやってくれて私たちのやりたいこととかも全部汲み取ってくれて準備してきてくれたこととかもさ、うん、やっぱこうしたいですってわがまま言っても全部聞いてくれて一番やりたい形でやらせてくれるんですよ、そうやるようになってからなの、楽しいって本当に思ってるよ超楽しい、本当に楽しいの、もうやめるのやめよう、あ、もう私なんて言っていいか分からん、わかるよ、でもその気持ちすごい、気持ちはね、その気持ちでずっとやってるよ、すごい楽しいもんね、楽しい、ここから楽しいゾーンやってくるけど、そうなの、みんなその大丈夫、どんな大丈夫、調子どう、いい、いいじゃない、みんなお水飲んだし、うん、ちょっとブレイクしたしいいんじゃない、じゃあどーれ、多分準備運動とかしといた方がいいと思います、首元を特に、首元、ヘッドバンスする人いるでしょ、ヘッドバンしますよね、皆さん一緒に盛り上がっていこうな、みんな、もちろんエアちゃん、そういうのたまにはやりなよ、いやよ、いけんのか、これだってやつ、ねえ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 、リハの時に聞いた夏子のやつ、やめよ、やめてよ、ねえ、それをやめてよ今のはどういうこと、やめてよーっていうキャラで、みんな盛り上がっていけんぞもっとマイスの声出るんじゃないのもっとお前の声出せよ盛り上がっていくよー注目ですから隠し子
You don't say it's a shame, 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 it's
る表情を愛してて白のワンピースに踏み出せほどの姿見せてやる
Thank you.
つかでもいい時間もあれなんでキュッと思いを込めてください。頑張ってみますはい、今日は本当に忙しい中来てくださってありがとうございます。そうですね、もう皆さんと過ごす時間がもうね、あと数えるほどしか、このもうこのメンバーとみんなで過ごすのはもう本当に数えるほどしかないので、たくさんみんなといい思い出作って、みんなのいい顔をいっぱい見せてもらえるように精一杯残り頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
今日から、ツアーが始まったんですけれども、今日からあと1ヶ月ですね。あと今からの1ヶ月が一番楽しいと思う、多分一番楽しいです。一番楽しくなる自信がなんかあるんだね。みんなと最後の1ヶ月をなんか最高の1ヶ月にしたいなって思います。今日は本当にありがとうございました。皆さん今日はありがとうございました。三ミューはすごいチームに恵まれたなって思ってて、まあ、メンバーもそうだし、応援してくれる温かいみんなと、三ミューをめちゃくちゃ愛してくれるスタッフの皆さん、関係者の皆様、本当に、ここまで愛されて7年間デビューして過ごしてきました。頑張れ大丈夫そう、早いの初日、今日初日、今日は初日初日落ち着いて大丈夫、はい、深呼吸、はい、深呼吸みんな、はい、吸って吐いて、もう一回吸って吐いて、あ、大丈夫、オッケーオッケー、はい、今日初日なんですけれども、そうね、ここまでたくさん愛されてきたと思っているので、そうね、まあ、卒業という形にはなるんですけど、今までと変わらず皆さんに真面目に誠実に、取り組んでいきたいと思っています。今までもこれからも引き続き温かい応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、皆さん本日は本当にありがとうございます。もうライブが始まった瞬間からもうすぐに終わってしまう、はい、ちょっと寂しいんですけど、なんかちょっとなんか自分でもわかんないくらいに、なんか本当にめっちゃ動きまくって、もうなんかもううわーってなったんです、今日は。でもうなんか本当にみんなが言うように、本当に一番楽しいんですよ今が。で今日初日、次その次もまだライブは続くので、この気持ちのまま皆さんにいい音楽を届けていけたらいいなと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。楽しいね。やばい、どうしよう、ハスキーボイス、ハスキー、サンミューチームに恵まれてるって話もしましたけど、今日も今はもう関わってないスタッフさんとかも駆けつけてくれたりとかして、なんかもうそういうのってさ、普通来ないじゃん。そう、本当にありがたいなって思ってます。ありがとうございます、本当に。そう、そういう人たちがいたから今こうやってすごい清々しい気持ちで卒業発表っていうのをみんなにできたと思うし、これから頑張っていきますっていうのを目をキラキラとさせながらみんなに真正面から伝えられる、なんか本当に卒業しますってみんなの目をまっすぐ見て言える卒業になって本当に良かったなと思ってます。本当に7年間ありがとうございました。まあでもこっからなんでね、ツアーも。そう、ちょっと今日はみんなにサプライズがありまして、なんだ、新曲を今日の日のために作りました。もう言いたいことは全部この中に詰まってるんで聞いてほしいなと思うんですけど、バンドメンバーの皆さん、言っていいですか。はじめまして、バンマス兼ギターの慎吾さんです。慎吾さん、慎吾さんか。ありがとうございます。そしてキーボードのりおさん。のりおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてドラムス矢吹さん。そしてオンベースの青木さん。ありがとうございます。揃いましたね。揃いました、
歌詞伝わるといいなと思います、うん、はい、後ろの方も見える3回目見えてるいいですかね、言ってみます本当はもっと華麗な声で歌いたかった気持ちは本当に込めるんで、いいですか、はい、それでは聴いてください、羽ばたいてファンタジー、いつも二人のファイバリットプレイ
Yes, yes, yes.
がとう。ありがとう。ありがとう。カナ、すごい呼ぶじゃん。ありがとう。バイバイ、楽しかったです。ダブルアンコールありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう言いたいことは全部言い尽くしちゃった。歌言いましたね。歌そっちから言ってくることある。あ、もう早く歌おう。新しい。まあでも今日ツアー初日なんで、ここから名古屋大阪と行きまして、最後ファイナルが東京でね、ツアーじゃないんだけど銀座の方でやりますんで、そこに向けて今日最後の人にも背中を押せる一曲でありますようにって感じで歌っていいですか。歌いましょう。本当にラスト魂の歌ですよ。これがなかなか見ることないでしょ。多分魂が見えるから見てて。これギャグじゃないか。見える見える。やっちゃんと出してよ。任せて。みんな来ちゃった、この時が。しっかり聞いて、耳出してちゃんと聞いといて。あ、本当にスタッフさんもありがとうございます。皆さんに届きますように聞いてください。始まりのメロディー。新しい風
間7年間の私たちとみんなとチーム3名に大きな拍手。大好きです、本当に本当に本当にありがとう。また会いましょう。それでは以上、サミューでした。ありがとうございました。大好きな大好きなサポートメンバーの皆さんです。大きな拍手で送ってください。本当にありがとうございます。ありがとうございました。シェンゴさん、うん、あー、みんな帰っちゃった。帰っちゃおかしい。なんか仲良くお手手つなげませんか。なんか最後みたいだね。全然じゃないんだけど、いい始まりってことで。はい、お手拝借じゃないよ。それでは皆さん、本日は本当にありがとうございました。それでは以上、サミューでした。ありがとうございました。全然帰りたくない。後でね。バイバイ。お久しぶり。まずは1週間配信見てくれた皆さん、ありがとうございました。久しぶりになんかコメント参加とかして、私ももうすでに懐かしいのととっても楽しかったです。そろそろね、自粛にも飽きてきちゃう頃かと思いますし、大変な時期だとは思うんですけど、少しでもみんなの、なんだろうな、楽しみにこの配信がなってたらいいなと思います。編集してくれたスタッフさん、配信してくれたスタッフさんもありがとうございました。じゃん、これいつかの生誕祭でファンの皆さんが私にくれたくまちゃんです。みんながくれたお手紙とかプレゼントもとっても大事にしてます。いつもありがとうございます。ってことで、次みんなに会える時を楽しみに私も頑張るので、みんなも一緒に次元気だのを楽しみにしててね。ってことで、また SNS でもたくさん発信していきます。それではバイバイ。皆さんこんばんは、お久しぶりです。コバです。もずくです。はい、今日はサンミューのライブの映像配信
最後まで見てくれてありがとうございましたね。みんなの少しでもパワーになってればいいなと思うんですが、今はコロナウイルスが流行っててお家にいることも多いかなと思うんですけど、でお仕事されてる方もね中にはたくさんいると思うんですが、なるべくお家でじっとして、みんな私を見習って今は引きこもっていい日です。しっかり引きこもって楽しいことを見つけて楽しいおうち時間を過ごしてください。またみんなと元気に会えることを楽しみにしていますね。みんな健康第一だぞ、負けるなコロナに。ね、ゆっくり寝ていっぱい食べて免疫力高めていこうよ。またねみんな、また配信とかするから見てね。あ、ごめん。以上、コバともずくからのメッセージでした。バイバーイ。にょん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 。皆さんこんばんは、新原瀬奈です。YouTube ライブいかがだったでしょうか。皆さん元気ですか。最近は皆さんに会える機会もなくてすごく残念なんですけれども、この状況だからこそなんか自分が楽しいと思えることを見つけたりとか、あと音楽とかをねこういう時にたくさん聴いて元気になってまた元気に皆さんに会えるのを楽しみにしています。ありがとうございました。はい、こんばんは。みんな元気ですか。今日はですね、最後まで配信をお付き合いいただきましてありがとうございました。せっかくみんなに動画を届けられるってことなので、手洗いをしながらみんなに謎々を出したいと思います。まずは手を濡らして泡を取っていきます。謎々出しますよ。糸は糸でも元気が出る糸ってなんだ。手のひらと手の甲をしっかり洗っていきます。あと指の間、表と裏どっちからも洗います。ここがね意外と汚れるんだって。あと親指の周りと、あと爪の中。本当はもっとこれね丁寧にやった方がいいんだけど、ちょっと急ぎ目でいくね。あと手首洗えたら流していきます。糸は糸でも元気が出る糸なんですかね。しっかり流したら、デデン、お好みの三ミュータオルでしっかりと手を拭ってください。拭く。手を拭いていきます。はい、ということで手がしっかり綺麗になったところで答え合わせをします。糸は糸でも元気が出る糸ってなんだ。答えはファイト。バイバーイ、またねみなさん、ライブいかがでしたか。見てくださってありがとうございました。あの頃の記憶が蘇ったんじゃないかなと思います。最近はすごく大変な時期だと思うんですけど、体には気をつけて毎日楽しいことを考えながら生きていきましょう。また皆さんに会えるのを楽しみにしています。またね。
ていて